FM21 をお聞きの皆様、いつも FM21 をお聞きくださいましてありがとうございます。いつでもどこでも皆様から愛される FM21 を目指してスタッフ一同頑張っております。ご意見ご感想などどしどしお寄せください。 FM21 は皆様の放送局です。皆様こんばんは。本日もやってまいりました、ワンヌウムイのお時間でございます。本日は4月の2日木曜日ということでお送りしておりますが、まあ、今週もちょっとボギーさんご多忙ということで、まあ、私コギーが代わりに、メインパーソナリティを務めます。この番組は YouTube ボギーチャンネルのご協力でお送りいたします。そして、まあ、私の今日の相棒なんですけども、今日も皆様おなじみの、まあ、HK ゴソリロリータキャッカマンさんです。こんばんは。変な、もうそういう変なあれはつけないでほしい。マイクに向かって喋ってよ。そういう変な形容詞はちょっと却下していただきたいんですけど。でも却下マンって言ってほしいって言ってなかった先生。まあ、言ってはいましたけど、なんか前の方にちょっと余計なものがつきすぎてるというか。まあ、却下マンと言ってほしくても、先週のツイキャスではなんか HK さんっていう風に呼ばれていたっていう、まあ、そんなお笑いのようなお話ではございますが、今日もですね、まあ、武漢ウイルスの問題ですとかそういった問題があるんですけども、まあ、それ以外にも新年度にふさわしい話題をですねお送りしていきたいと思いますので、本日も最後までお付き合いをよろしくお願いします。皆様改めまして、こんばんは。まあ、本日はメインパーソナリティ、まあ、代表を務めますコギーでございます。さて4月に入りまして、いよいよ新年度がスタートいたしました。まあ、新年度といえばですね、まあ、街中にフレッシュマン新入社員がですね、まあ、リクルートスーツを着て歩いている姿っていうのが毎年目立つ形になるんですけども、まあ、今年はちょっと武漢ウイルスの影響もありまして、まあ、入社式を延期したりですとか、あるいは入社式を中止、あと大企業の中でもですね、まあ、ソニーとかでは入社式を行わず、新入社員が自宅待機という、まあ、そういった対応をしている会社もあるというふうに聞きを読んでおります。まあ、4月の1日といえばエイプリルフールではあるんですけども、まあ、エイプリルフールだけではなくて入社式ですとか、まあ、そういった門出になる儀式が毎年盛大に行われるはずなんですけども、まあ、今年は先ほど申し上げましたように、まあ、武漢ウイルスの影響で、まあ、そういった入社式を行われるところも少なくなっておりまして、まあ、入社式を行われるところでもマスク姿で行ったりですとか、あと人数を絞って、まあ、行うといった、まあ、そういった対応をしたところが非常に多かったというふうに聞いております。まあ、私この時期になりますと、まあ、毎年と言っていいほど入社した時、まあ、大学を卒業して、会社に初めて入社した時のことですとか、あと大学に入学したと同時に、まあ、東京で一人暮らしを始めた時のことを、まあ、懐かしく思い出すんですけども、まあ、今年は武漢ウイルスの影響もありまして、まあ、どうもちょっとそういった思い出を、まあ、辿っていくだけでも、まあ、不謹慎ではないのかなというふうに個人的に感じてしまうところが、まあ、非常に残念なところではあります。まあ、入社式と言いましたら、新たに会社に新入社員が入ってくるということで、まあ、毎年この時期になりますと新入社員の皆様は、まあ、希望と不安に入り混じった心境で、まあ、過ごすというわけではあるんですけども、どうもちょっと今年の方は、まあ、武漢ウイルスの影響もありまして不安の方が大きいのではないかなというふうに思っております。はい、キャクマンさん、まあ、入社式まあ、新卒で会社入社した時のことって思い出せます？
会社に入社した時のことっていうのも、まあ、あの沖縄じゃなくて横浜で始めたんですけれども、あ横浜、まあ、結構慣れないとしながらもすごい、あこっから新しい生活始まっていくんだなって思って、もうなんかこれからの期待っていうのが大きかったですね、はい。あその横浜で就職して、あの後にとあの沖縄に戻ってきてっていう。あそうですね、はい。あまあ、私なんか実は、私が大学卒業して初めて入社した会社っていうのが4月の1日入社式ではなくて、なぜか3月28日に行ったという。なぜか4月1日土日ではないのになぜか3月28日に行って、まあ、それから3週間ずっと研修で、もう朝6時に起きなければならないっていう、そういった生活を送っていたんですけども、まあ、私最初に勤めた会社がですね、もう本当に体育会系、もうバリバリっていうか典型的な体育会系の職場でございまして、まあ上司から、まあ、営業成績上がらないとどやされるっていうことは日常茶飯事でしたし、もうひどい人なんかそんなひどい上司なんか部下営業成績が振るわない部下に対しまして、お前そんなことされてもできるぞっていうか、まあ、そういった罵声を浴びせかける人がいたんですけども、まあ、私まだペイペイの新入社員でございましたから反応することもできなかったんですけども、今となってはそんなことを言われた日には、まあ、それだったら猿雇ったらいいんじゃないですかっていうふうに、まあ、言い返してやるんですけどね。だって猿雇えば、だって猿には労働基準法適用されませんので、まあ、ただ働きとかさせ放題じゃないですか。まあ猿でもできることだったら猿にやらせればいいんじゃないかっていうふうな、まあいうふうに言い返すとは思うんですけども、まあ冗談を立てておきながら、まあこの時期入社式、今年は入社式を行われなかった会社っていうのが非常に良かったんですけども、いずれにいたしましてもこの武漢ウイルスの問題が一段落いたしましたら、先輩社員と一緒になって、まあ、オフィスで働くっていう、そういった方が多くなることをちょっと願っております。まあ、そういった中で、まあ、そういった上司に出会ったりした時はどうしたらいいかという、まあ、そういった悩みを持っている方もどんどん出てくるとは思うんですけども、まあ、ちょっとそういったパワハラとかセクハラとかはですね、なさらないように、まあ、上司の方も本当に気をつけていただきたいなというふうに思います。まあ、パワハラとかのセクハラとかで、まあ、年々問題になっておりまして、大学卒業し大学と卒業して会社勤めた方の3割は3年以内に辞めるという、そういった統計も出ておりますけれども、まあ、その原因のですね、多くにはパワハラとかセクハラとかあるっていうのが私非常に問題だなというふうに思います。もちろん新入社員側には問題があるケースっていうのはあるんですけども、それよりも上司の側の問題の方がですね、まあ、私大きいのではないかなというふうに思います。そうですね、こういうちょっとあまりよろしくないような会社とかにあったら組合に報告、はい、労働基準監督署に連絡、弁護士に相談、まあ、このほうれん草を実行したらいいよっていうこともネットではありますよね。まあ、弁護士ですと良心的な方に当たればそれなりの対応を取ってくれるんですが、ただ労働基準監督署ですとか、あと労働基準監督署につきましては、まあ、そういったパワハラとかセクハラの問題よりも、例えば給与の未払いですとか残業代の未払い、そういった問題にちょっと時間を取られてしまうという関係もありまして、なかなかパワハラとかセクハラの解決にまで手が回らないという、そういった現状も、まあ、地方によってはあるというふうに聞いております。あと労働組合の中にも、まあ、まともな労働組合あることはあるんですけども、まあ、中には、まあ、どっか反基地運動で旗を立てて、労働組合の名前の入った旗を立てて AAO とかやってるという、まあ、そういった組合がありますけども、これって労働組合なのかなっていうふうに労働組合って、まあそうですね、まあ、毎年5月15日になると沖縄で全国各地の労働組合の旗が見れるっていうイベントがあるんですけどね、平和行進という。ああはい。あでもなんか今年中止になっちゃいます。そうですね、先週もお話した通り武漢ウイルスの影響で、まあ、中止になったっていうふうに報道されておりますけども、まあ、5.15 の行進は、
まあ、今後も中止でいいんじゃないのかなっていうふうに個人的には思います。まあ、あのパワハラとかセクハラの問題につきましては非常にあの根が深い問題でございまして、なかなかちょっとあの解決の糸口が見えないっていう、そういったケースも多いとは思うんですけども、もしそういったあのパワハラとかセクハラとか横行する職場でございましたら、まあ、私はあのすぐにではなくても転職を視野に入れてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、そういったのパワハラとかセクハラとかにずっとあの我慢し続けていて、うつ病とかになったらあの本当に元も子もありませんし、まあ、私実はあのそういったあのパワハラとかセクハラパワハラが原因で、まあ、軽めのあのうつになったという経験があるんですね。はい。まあ、あの最初の会社、大学卒業して最初の会社に勤めて1年半ぐらい経ったあの年末、まあ、どうもちょっとあの頭がちょっと重い感じがするなっていう、まあ、やる気が起きないな、だるいなっていうふうに思っておりまして、まあ、病院に行ったところちょっと軽めのうつ病ですねっていうふうに診断されました。でその年ちょうどあの年末だったので、まあね、その後の年末年始の休暇中に、まあ、旅行に行ってリフレッシュしたこともありまして、まあ、年明けはあの、まあ、気分を入れ替えて、まあ、仕事に取り組もうという気持ちは湧いてきたんですけども、それから2ヶ月ぐらい経った後また同じような症状が出てきまして、まあ、これもあの上司のパワハラが原因だはあったんですけども、まあ、ちょっとこのままでは自分はあのもう下手したら殺されるなというふうに、まあ、恐怖感を抱いたこともありまして、まあ、それでちょっと転職するというそういった経験を持っております。まあ、そういった、まあ、転職といいますとあの本当に、二の足を踏むっていう気持ちは私分かるんですけども、あのすぐにではなくてもちょっと視野に入れて、見るといいのかなというふうに思います。そうすることで気が楽になることもありますし、今はちょっとあの武漢ウイルスの影響で、まあ、なかなか経済厳しい状態ではあるんですけども、まあ、その問題が解決した後はですね、またあの人手不足の状況に戻ってくる、そういったことも考えられますので、まあ、ぜひともあのあまりあの我慢しすぎないっていう、まあ、そういったことも大事ではないかなというふうに思います。まあ、あのパワハラとかセクハラとか論外ではあるんですけども、どうもそれ以外にもちょっと私あの、まあ、仕事をしていて、会社で仕事をしていて、それからずっとあの今まで仕事をしていてですね、どうもちょっとこれは職場でやってほしくないなっていう行為が、まあ、何点かあります。実は先日 あるネット記事から、まあ、職場で NG の行為ワースト10という、まあ、そういった記事を見かけたんですね。ほうほう。まあ、それを見てみますと、まあ、中には、まあ、これはちょっと許容範囲だなというふうに思えるのもあれば、あ、これはちょっと NG だな、 NG であることに共感できるなというものがありますので、まあ、ちょっとその一部を紹介いたします。そのワースト10に入っていたものの中には、あの電話対応中の人がいる人のそば、電話対応中の人がいるそばで大声で談笑したり、あるいは笑い声を上げるという、これはあの職場じゃなくても NG だとは思うんですけども、ましては職場ですとその電話対応の内容がクレーム処理という可能性だってありますから、そのクレームをつけている人にあの電話越しにあの笑い声が聞こえていたら本当に火が油を注ぐような形になってしまう、それであのクレーム対応している人があの余計な苦労をしてしまうという、まあ、そういった状況になってしまうのではないかなというふうに思うんですよ。はい。で、私などはあのよく母親からあのテレビをつけながらあの電話するなというふうにあのうるさく言われた経験があるんですね。はいはい。まあ、小学生ぐらいの時ですけども、まあ、友達と電話している時にあのテレビを見ながら、まあ、テレビの音を出しながらあの電話をしていると、まあ、ものすごく怒られたということで、まあ、電話をする時にはあのテレビの音量を無音にするか、あるいはテレビを消してから電話するという、まあ、そういったふうにしつけられてきたものですから、まあ、それだけに余計にこういった行為って気になるんですよね。はいはい。あとあの就職活動する際にもあの、まあ、就職希望先に電話するときには周りが静かなるべく静かなところで電話するという、はいはい。まあ、そういったふうにあの教わったというふうに思うんですけども、なかなかちょっとあの、まあ、こういった行為が職場の NG 行為のワースト10に入るということは、あの会社勤めしている大人でも、まあ、基本的なマナーが守れていないのではないかなというような、そういった気がいたしますね。はいはい。まあ、ちょっとあの電話対応中の人がいる時にはあのなるべくあの静かな声で話をするという、まあそういったことをちょっと心がけてもらいたいなというふうに思います。はい。まあ、それからちょっとあのこれから暑くなってきますとエアコンの温度というのも気になると思うんですけども、はい、あのやたらとエアコンの温度を下げる人って職場にいるっていう、そういったケースも多いのではないかなというふうに思います。はい。まあ、職場ですから、もういろんな人が集まる空間になると思います。
暑がりな人もいれば逆にあの寒がりな人もいる、まあ、中にはちょっとあの、まあ、風邪気味というか寒気がするっていうそういった人もいますので、エアコンの温度を下げるときには周りにあのエアコンの温度を下げていいかどうかぐらい聞いてから、まあ、下げるという、はい、あとあのあか例えばあの営業か営業で外回りしてから、してから、まあ、外から戻ってきたっていう戻ってきて暑いからといってもう一気にエアコン濃度を下げるという、まあ、そういったことはなさらないでほしいなというふうに思います、はい。まあ、営業で外回りをしているとあの、まあ、暑く感じるのは当然なんですけども、まあ、中にはずっとあの会社の中でデスクワークをしている方もいらっしゃいますし、まあ、営業にしましてもデスクワークにしましてもその会社の根幹を支える仕事でございますから、あの仕事をしているというそういった条件は一緒でございますので、あのエアコン濃度にも気を使うという、まあ、そういったことができればいいなというふうに思っております。まあ、私あのエアコンではないんですけども、よくあの中学校の国語の先生があの寒い人のことを優先させなさいというふうに言ってたんですよ。はいはい。あの私の中学校実はあのエアコンがなかったので、夏場暑い時は窓を開けて、暑さをしのぐっていうそういったことをやっていたんですけども、やはりあの教室の中には窓を開けてしまうと寒いから寒いという人がいるんですけども、あのそういった寒がりな人がいる際には、まあ、窓をあまり大きく開けない、あるいは窓を開けないようにする、暑いのはちょっと我慢しなさいっていうふうに言っていたんですよ。と言いますのは 寒さって我慢しちゃうとあの風邪をひく元になってしまいますし、逆にあの暑い場合ですと、まあ、熱中症になるような暑さでしたら話は別ですけども、まあ、ちょっと暑いぐらいでしたらあの上着を脱ぐとかあの服装であの調整できると思うんですよ、はい。まあ、そういった理由であのその高校の先生はあの寒い人のことを優先させなさいというふうにあの教えていたので、まあ、その教えを私、まあ、あの身に染みておりますから、やはり私も寒い人の方を優先していただきたいなというふうに思います。先ほど申しましたように暑さというのはあのある程度あの服装であの調整できると思いますので、まあ、暑がりの人は、まあ、夏場はなるべくあの調整しやすい服装を心がけるという、まあ、今はあの昔と使ってずっとスーツを着けなきゃいけなければいけないという職場も少なくなっていて、まあ、クールビズといってあの仮牛ですとかそういった格好で仕事をするっていうことも、まあ、何日でも認められているようなところ多くなっておりますので、はいはい。まあ、そういったふうに暑い時にはあの服装で調整するっていうことを、まあ、やってもらいたいなというふうに思います。まあ、それからあの、まあ、これは上司でよくいると思うんですけども、あの一度教えたことはあのその場でいっぺんに覚えるものだ、部下はもう一応部下に一応仕事を教えたらもう部下はずっとあの覚えているものだというふうに、そういうふうに思い込んでいる上司って、まあ、結構多いんじゃないかなというふうに思います。はい。例えばあの以前に教えたことをもう一回部下が聞きますと、この前教えたじゃないかっていうふうにあの怒る人がいるっていう、そういったケース聞いたことあるんですけども、私あの教えられたことを一度で覚えられるっていうふうに言うんだったら、じゃあその上司は学生時代あの全教科テスト満点だったんでしょうねっていうふうに言いたくなるんですけども、あの大体そういった人に限って、まあ、結構学生時代、まあ、成績良くなかったりするんじゃないかなというふうに思うんですけども、はい、本当にあの、まあ、部下に仕事を教えるっていうことはあの簡単なことではないっていうことも上司はきちんとの認識すべきではないかなというふうに思います。なのであの一度教えたことを覚えられなかったからといって腹を立てるのではなくて、じゃあ一度で覚えられなかったらじゃあ二度目はどういうふうに教えたらいいか、まあ、そういったことを考える訓練をするっていうのは私非常にいい経験になるんじゃないかなというふうに思うんですけども、キャッカマンさんどうですか。そうですね、はい。まあ、この番組にしたってあの同じ話題をあの何回も取り上げるっていうことはあると思うんですけども、まあ、やはりあの、まあ、人間の記憶というのは、はい、あの曖昧なもので、あの一回覚えたつもりでもまた時間が経つと忘れるっていうケースが多くなっておりますので、本当にあの上司の方は、まあ、粘り強く部下の方にあの仕事を教えていくっていうことをですね、まあ、心がけていただければなというふうに思います。まあ、あのそういったあの丁寧に教えることを楽しむということもですね、まあ、私重要ではないかなというふうに思います。そうですね、はい。で、あとこの、まあ、説明なんですけども、はい、自分の説明があの分かりやすいというふうに自分で思い込んでる人って私あの皆さんが想像するより結構多くいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですよ。それって、まあ、うん、その分かりやすさっていうのは、はい、その言ってる発信する人が聞く言ってる側が
あの決めるんじゃなくて聞く側がどうかって判断するものです、まあ、そうですよね。あの、まあ、これはあの聞く側があの分かりやすいかどうか決めることではあるんですけども、あのなぜかあなんでこんな分かりやすく説明してるのにあの分からないんだっていうような、そういったふうに腹を立てる人が結構多いなというふうに聞いております。まあ、あの細菌とウイルスの違いを分かりやすく説明しても誰一人理解してくれないなんて、まあ、そういったふうにあの腹を立てるっていうのは、まあ、私非常に情けないなというふうに思います。ああ、そうですね、であと言ってることとやってることが違うっていうのもこれも私いただけないなというふうに思います。まあ、あの例えばあの営業のお仕事ですと、まあ、営業成績の目標っていうのを、まあ、上司とかあの部下の前で言うっていう機会があると思うんですけども、例えばその目標達成されなかった場合、まあ、これはあの本人の努力は及ばなかったっていうことで、まあ、仕方ないっていう一面がありますので、これはあの現行不一致ではないんですけども、はい、例えばあの、まあ、挨拶することは重要だよなっていうふうに言っておきながら自分はあの社員の人とすれ違っても挨拶しないとか、そういった人って結構まだ多いんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。これは、そうですね、あんまり。だってこれってあの、まあ、心がけ次第では小学生でもできることでございますので、これを大人ができないっていうことはかなり恥ずかしいなっていうふうに思います、はい。まあ、あの本当に、まあ、できることでありましたら、まあ、現行一致、これをちょっとあの、まあ、意識してほしいなというふうに思います。はい、まあ、本当にまあこういったまあ上司とかの同僚に巡り合ってしまいますと、まあ仕事をしているのもつまんなくなってしまう、まあちょっとこの会社どうなのかなというふうに思ってしまうというのがですね、人の心理ではないかなというふうに思いますので、まあ皆様、まあどうぞあのもう一度ですね、まあ一番こういった行動をやっていないかどうか、あのこういった行動をやっていないかどうかを振り返ってみまして、もしあの該当するようでございましたら、まあ、少しずつ直していってほしいなというふうにあの次回を込めてここの場で申し上げます。はい、まあ、でもあのこういった人たちにつきましてはあの反面教師にするというのも私一つの方法ではないかなというふうに思うんですね。はいはい、まあ、あの部下や同僚や、まあ、上司のことを、まあ、愚痴を言っていても、あの、まあ、結局あの、まあ、惨めになるといいますか、あの愚痴を言ったところで、まあ、その上司ですとかの同僚の態度ってすぐに変わらないものだと思うんですよ。まあ、なのでそれよりもむしろ、まあ、こういった人と人のようにはならない、まあ、こういった人とはあの逆の対応していこうということで、まあ、反面教師にするというそういったしたかさも、まあ、私新入社員には必要ではないかなというふうに思います。でもあのやっぱりあの反面教師だけではなくてですね、本当にあの見本になる上司っていうのを見つけるっていうのも、まあ、私仕事をしていく上で重要ではあると思いますし、まあ、そういった上司や同僚に、まあ、一人でも多く巡り会えたら、まあ、私幸せではないかなというふうに思うんですよ。はい、であの私あのこれまであの仕事をしてきて、まあ、この人はあの尊敬で心から尊敬できるなっていうふうに思った人があの、はい、誰ですか。はい、あの大学を卒業して、まあ、最初に入って会社の次の会社、まあ、2社目の時にあの、まあ、仕事を教わりましたあの上司の D さん、はい、まあ、その D さんは非常にあの仕事を丁寧に教えてくださることで、はいはい、まあ、私その会社あの本当に業界が初めてで右も左も分からないような状態であの入ってしまったにもかかわらず、まあ、非常に丁寧に教えてくださったおかげもありまして、ほうほう、もう入社して1ヶ月ぐらい経った頃には、まあ、教わったことはもうほぼ完璧にこなせるようになったっていう、まあ、そういったこともありますし、まあ、その教え方の丁寧ぶりを見ますと、まあ、自分もこれをちょっと真似してみよう、見習ってみようということでですね、今でも私 D さんにはの感謝しております。なるほど、そういう上司に巡り合えたっていうのは本当にいいことだったなと思いますね。そうですね、はい、あの今ではあの D さんと私あの別々の職場にはいるんですけども、はい、やっぱりあの D さんのことを思い出しますと、あ、こういったふうにあの教えていくことが、まあ、重要だなというふうにあの思い返すこともありますし、やはりこういった教え方がうまい人って結構あの仕事の能力も高いと思うんですよ。ですね、なかなかそういう人って貴重じゃないですかね、あ、会えることっていうのが。そうですよね、なかなか今本当に、まあ、ブラック企業ですとかそういった企業が多くなっている中で、まあ、こういった人にあの出会えたってことは私あの幸せではなかったかなというふうに思いますし、はい、まあ、今でも私先ほど申し上げましたように、まあ、D さんのことを思い出しては、まあ、自分は今これが足りないなというふうに反省したりですとか、あともうちょっとこうしていこうというふうにあの
次の仕事にの改善につなげていくっていう、そういったことをまあ大切にできるっていうことは、まあ、私恵まれていたなというふうに思います。はい、まあ、なかなか私ちょっとあの、まあ、会社の同僚と反りが合わないっていうことが結構多いタイプではあると思うんですけども、まあ、D さんとの出会いっていうことで出会いもありまして、まあ、本当にあの幸せに仕事できていきたい、よかったなっていうふうに思います。はい、まああのまあ、D さんにつきましてはですね、 ある時別の上司から、はい、あの小木君はあのこの会社に尊敬できる人っているっていうふうに聞かれたんですけども、はい、もう真っ先にこの D さんのことを挙げたぐらい、ほうほう、もう尊敬している人でございますので、まあ、今あの元気であの働いていれば、まあ、私も幸せだなというふうに思います。はい、まあ、それからあの、まあ、私 あの部下ではあったんですけども、あの K さんという方、まあ、女性の方だったんですけども、はい、まあ、この方も非常にあの気配りが上手な方でございまして、ほうほう、で私があの沖縄から東京に転勤するということがあったときに、まあ、ちょうどその時私の部下だったんですけども、あの私に誰から頼まれたわけでもなくて、あの個別にあのミンサー織の名刺入れをプレゼントしてくれたっていう、そういったこともあって、それもあのそのミンサー織の名刺入れも今大切に持っておりますし、であと私のミスでですね、あの K さんに迷惑をかけてしまった時でも、あの K さんはあの嫌な顔を一つせずに、あの私に協力してくれたと、そのミスをリカバリするのに協力してくれたということもありまして、まあ本当にまあこういったあの心の広い人がまあどんどん職場に増えていけばいいのかなというふうに思ったりもしました。まあ、私もその K さんの姿を見て、あ、自分もこれを見習わなければいけないなっていうところを勉強になったことがたくさんありますし、はい、まあ、これからあの、まあ、昨日新たに、まあ、新入社員になった方には、まあ、こういった人との出会いがもっと多くなってくれることを心より祈っております。そうですね、どんどんいろんな人、いい人との出会いがどんどん多くなると本当にいいなと思いますね。もうそうですね、はい、まあ、そういった意味では私あの、まあ、今日休んではいるんですけども、まあ、ボギーさんとも出会ったっていうこともあの非常に幸せだったと思いますし、はい、あのボギーさんとの出会いがあったからあの再び沖縄にあの移り住めたっていうこともあると思いますので、やっぱりそういった出会いっていうこと、出会いを、まあ、一つ一つ積み重ねていくっていうことが私幸せではないかなというふうに思います。こういう出会いがはい、北海道出身のタカさんをなんか沖縄まで引き寄せたっていうのもなんかすごいことだなと。そうですよね、まあ、日本で一番あの距離がある、まあ、北海道と沖縄ですから、はい、これもあのすごいことだ、あの本当に偶然、もう奇跡に近いなというふうに思いますし、はいはい、やはりあの、まあ、出会いもあればちょっと別れもあるっていう、そういった悲しい面もあるんですけども、はい、まあ、出会い一つ一つをまあ大切にしていくっていうことが、特にこの4月、まあ、新たな出会いっていう機会が多くなりますので、あの、そうですね、はい、まあ、私を含め、まあ、皆様方にはあの、まあ、出会い一つ一つを大切にしていければなというふうに思います。そうですね、もう一人一人出会いを大切に、まあ、今新入社か、もう新入社員じゃなくても、まあ、今働いてる人とかも、まあ、出会いを大切にしていければなと思いますね。で、中佐がいろいろ言ってるんですけど、はい、まあ、こちらも喋るようにやってはいるんで、しっかり なんてコメント書いてあるの、もっと喋ろう、ほらこんな HK さん嫌だとかなんだそれとなんか注文ちょっとあのこの番組のプロデューサーやディレクターでもないの注文つけすぎだな、中佐は中佐はもうじゃあ喋るっていうくらいだからさ、あのキャクマンさん、あのこれまで働いてきた中で、まあ、このいった上司、あの信頼で上司でもあの部下でもあの尊敬できる人って言いました？尊敬できる人とか、あ、この人と一緒に働けてよかったなっていうふうに戻れた人って、仕事で、はい、この人ん仕事で、まあ、ほんのちょっとささやかなことでもいいと思うけど、あ、この人すごい人だなっていうふうな、まあ、そういったことでもいいですし、そう、今いろいろ考えながらやっぱ自分の右に出る者はいないという、まあ成敗では自分の右に出る者はいないといういやそんなことではないですそうですね、まあ
はい、ありがとうございました。はい、まあ、ちょっとの番組開始30分近く経ちますので、まあ、ちょっとここで1曲かけたいなというふうに思います。まあ、今年の、まあ、新入社員につきまして、まあ、入社式が中止になったりですとか、あと、まあ、延期になったりですとか、そういったこともありましたけれども、新たな門出にエールを送るということで、まあ、このナンバーをお送りいたします。小袋ナンバーからお送りいたします、エール。はい、まあ、番組後半ではちょっと武漢ウイルスの件について話したいと思うんですけども、まあ、その前に先々週からお伝えしております沖縄県内のダムの貯水率、ほうほう、まあ、今日時点のダムの貯水率なんですけども 69.7% となっておりまして、ほうほう、これ平年のこの時期に比べますと 5.5% 多くなっております。ほうほう、まだ平年に比べて多くなってはいるんですけども、だんだんとちょっと平年比との差が縮まってきているというのが私非常に気になります。まあ、沖縄県気象局が公表しております、まあ、今年に入ってからの、まあ、沖縄県内ダムの水位のグラフを見てみますと、やっぱりまだ相変わらず右肩下がりに下がっている状態という、はいはいはい、昨日か一昨日あたりにはある程度まとまった雨降ったとは思ったんですけども、まだ思った通りに、ダムの貯水率が上がっていないという、そういった状況になっています。まあ、69.7% と言いますと、まあ、70% 近くもあるからまだ大丈夫じゃないかなというふうに大思いの方はいらっしゃると思うんですけれども、まだ降水量が少ない状態が続いてしまいますと、ダムの貯水率というのはどんどん少なくなっていってしまいまして、はい、まあ、50% を割ってしまうと危険水域になるというふうに言われておりますが、まあ、そうなった時には断水ですとか、あと給水制限とかっていう話も可能性としてはなきにしもあらずではありますので、引き続き節水にご協力いただきたいなというふうに思います。はい、まあ、先週もちょっと話したことと同じになるんですけども、この今年、特に今年に入ってからは、まあ、武漢ウイルス予防もありまして、手洗いをする機会っていうのが、まあ、例年以上に増えているんじゃないかなというふうに思います。その手洗いの際に水を出しっぱなしにして手を洗うのではなくて、こまめに水道を蛇口をひねったり止めたりして、まあ、そうやって、本当に流すときだけ水を流すようにして、手を洗っていただきたいなというふうに思います。まあ、それだけでも結構私節水になるんじゃないかなというふうに思いますし、あとこの沖縄県内自治体によってはこの4月から水道料金が値上がりしたところもあるらしいんですよ。実際私が住んでいる沖縄市では4月から水道料金少し値上がりしたということもありまして、まあ、ちょっと水道料金はこれからはちょっと節水にさらに励まなければいけないなというふうに思っております。はい、さてその武漢ウイルス のお話ではございますけれども、とうとう東京の、まあ、沖縄ではまだ10名しか感染者出ていないんですけども、まあ、東京では今日なんか1日で90人以上の感染者が確認されたっていうこともありますし、あと、まあ、先日志村けんさんがこの武漢ウイルスで亡くなったっていう、まあ、そういったニュースもありまして、そうですね、私も非常にショックだったんですけども、有名人の方が亡くなったっていうこともありまして、さらにまた自粛ムードというのが広がっていくのではないかなというふうに思いますし、はい、実際関東地区、まあ、東京ですとか千葉あたりでは4月の12日まで、来週の、まあ、土日まで、まあ、土日ですとかと夜間の、まあ、外出を自粛するよう、まあ、知事が呼びかけたということもありまして、まだまだちょっと収束が見えない、逆にこれまでよりも深刻になってしまっているなというような、まあ、そういったそうですね状況になっております。はい、まあ、そういった中ではあるんですけども、やはりこういった大変な状況になってしまいますと、その大変な状況をまあ打破しようと一生懸命動いてくれている方ですとか、あと、まあ、他人に対する気配りができている方っていうのも出てくるんですが、やっぱり一部にはまだ不届き者が出てくるという、そういった状況も不届き者、はい、どんなやつらなんでしょうね。これ私ツイッターで見たんですけども、3月の27日、はい、金曜日の夜だったん
だったそうなんですけども、その翌日の3月28日の土曜日と3月29日の日曜日は東京都内では外出の自粛要請が出されていたということもあるんですが、実際にその小池知事が3月28と29の外出自粛要請を出したのは3月の26日の時点となっておりますので、自粛要請が出された後ではあるんですが、そういった時にですね、国会前で商品券ではなく現金をよこせと書かれたプラカードを掲げてデモをやっていたっていう、こういう、現金をよこせとか、こういう自粛とかやっていくと休業とかも求められてたりとかっていうのを感じて、仕事休むんだから金よこせみたいな、そんな感じになってたのかなって思うんですけど、でも結構人が集まってた、人数は結構集まってたり、集まってますね。今キャッカマンさんがおっしゃったことを私もよくわかるんですけども、仕事がちょっと休業になってしまった分ですね、損失を国が補填すべきだっていう考えは私も同感ではあるんですが、ただその訴え方というのが間違っていて、でこの27日の夜というのは実際には自粛要請が出されていた期間ではないんですけども、先ほど言いましたようにその前の日に、土日の外出は不要不急の外出は自粛してくださいっていう、そういった要請が出ていた以上、私はその土日の前であっても不要不急の外出というのは控えるべきではないかな、ましてや人が集まるところに行くというのは、私これ非常にいただけない話だなというふうに思いますですね。先々週の放送で行き過ぎた自粛は良くないというふうに申し上げましたけれども、これは決して行き過ぎた自粛ではないなというふうに思います。こんな金曜日の夜に、国会前でプラカード掲げてデモをやったところで、誰がそのプラカードを見てるんだっていう、そういった問題もありますし、あと人が集まってしまいますとそれだけ感染のリスクというのが高くなってしまうという、そういったこともありますので、私今回、このデモにつきましては自粛すべきではなかったのかなというふうに思います。ただ金よこせって、気持ちがわからないでもないけれども、ちょっとやり方がどうな、やり方もですし、よこせってそんな命令口調で言うのかなという、これ税金を払ってるんだっていうのもあるかもしれないですけれども、じゃあそのメッセージをその政府のとか政治家じゃなくて一般の国民から見てどう映るのかっていうのもちょっと考えた方が良かったのかなって思いました。そうですよね。今回の武漢ウイルスの影響で休業になった分の補償を求めると、こういったデモをやっている連中と同じように見なされてしまうという、そういった危険性も出てくるわけですよね。そんなこともちょっと考えなかったのかなという、本当に現金よこせって命令帳で書くというのは、私非常にいただけないなというふうに思います。であと3月28日と29日の方では、東京都では不要不急の外出の自粛要請が出ていたんですけども、その直前にはスーパーで買い占め、食料品の買い占めが行われていたという、そういった情報もあちらこちらから聞こえてきましたし、そういった買い占めが起こることによってどういったことが起きてしまうかといいますと、普通に必要なものを買うだけなのにそれに後ろめたさを感じてしまうという、そういったケースも出てきてしまってるんですよ。実際にツイッターとか見てみますと、普通にこういったツイートがありました。普通に必要な量のお米ですとかトイレットペーパーを買ったりしているだけなのに、なんでこんなに人目を気にしなければならないのだろうという、そういったツイートもあったんですね。普通の買い物でなかなか人目を気にするっていうことはないとは思うんですけども、本当にこういったお届き物、買い占めを行う届き物がいるせいで、普通の買い物をするのにも、変なところで気を使わなければならなくなってしまうというのは、私これは本当に内科わしい状況だなというふうに思います。本当にね。で先月じゃない去年台風19号でしたっけ、はい、千葉が
千葉県大規模の停電が起きて、まあ、東京でもかなりの被害が出てしまったっていう台風がありましたけども、まあ、そういった災害が起きた後では必ずと言っていいほど、まあ、食料品はだいたい 2,3 日分備蓄しましょうというふうに呼びかけが行われているんじゃないかなというふうに思うんですけども、はい、その備蓄ってやってなかったのかなっていう、まあ、ちょっとその買い占めをしている姿を見ますと、まあ、食料品の 2,3 日分の備蓄、いざという時に備えた備蓄ってやっていなかったのかなという、去年のまあ台風被害の教訓がまあ何一つ生かされてないんじゃないのかなという、はい、まあ、そういった本当に感情も抱いてしまいました。で、あとまあ、ツイッター、これも同じくツイッターネタではあるんですけども、はいはい、まあ、先ほど申し上げましたように、まあ、今回武漢ウイルスに罹患した、志村けんさんが亡くなったっていう、まあ、そういったことがあったんですけども、その志村けんさんの死去のニュースと、まあ、沖縄のことを取り上げたある YouTube 動画がありまして、はい、私その YouTube 動画のコメント欄を見ていたんですけども、まあ、非常に目を疑うような内容のコメントを発見いたしました、はいはい、これはどういうことかと言いますと、志村けんさんの代わりに玉城デニー知事が亡くなればよかったのにですとか、玉城デニー知事が武漢ウイルスで、亡くなったらお祝いするよとか、まあ、そういった本当に不穏当なコメントが書かれていたんですね。いや、もう本当にね、本当にこういう人の死を願ったりするようなのは本当にどうなのかなっていうふうに、まあ、その死ねとか死ねばいいのにとかいう言葉を向けた相手が気に入らないとか、そういう感情を持つのは自由かと思うんですけど、じゃあそれを言葉にするのはどうなのかなっていうふうに思うんですよね。で、そういう言う人は全く知らない人から自分や自分の家族とかにそういう言葉が向けられたらどう感じるんだって思いますね。はい、まあ、そうですね。あと、まあ、この番組でも結構玉城デニー知事の政治姿勢についてかなり厳しく批判しておりますし、はい、まあ、今日お休みのテドコンさんですとか私ですとか、それと却下マンさんなんかはもう本当に玉城デニー知事の批判となると目を輝かせているってもう水を得た魚のようにテンションが高くなるという、まあ、そういったふうにこの番組でも結構玉城デニー知事のですね、まあ、政治姿勢厳しく批判してはいるんですけども、まあ、こういったふうに志村けんさんの代わりに死ねばよかったですとか、死んだらお祝いするとか、まあ、そういったことを一切言ってこなかったですよね。そういうことは、はい、いくらその、まあ、嫌な相手でもそういう言葉を向けるのは違うだろうと思いますね。そうですね。さっき の、まあ、国会前での現金よこせと書かれたプラカードの件と、まあ、ちょっと共通するんですけども、まあ、こういったコメントを書かれると玉城県政に対して批判的な人がもうみんな玉城デニー知事は志村けんさんの代わりにしてばよかったと思っているというふうな、まあ、そういった誤解を受けるという、まあ、そういった影響を考えなかったのかなというふうに思いますね。で、あと、まあ、この不穏当なコメントについては何個かいいねが押されていたんですけども、私これいいねを押した人も同罪じゃないかなというふうに思うんですよ、まあまあ、もし間違ってしまって押したのであれば、まあ、その YouTube 動画いいねを押してしまっても取り消す機能というのがあるわけですから、まあ、取り消せばいいだけなのになというふうに思うんですけども、まあ、こういった本当なコメントにいいねを押すという、まあ、そういった神経というのも私どうかなというふうに思います、はい、まあ、これは一部にはまあ、玉城デニー知事 の支持者の方がわざと書き込んだ、先ほど言ったような誤解が生じるようにわざと書き込んだんじゃないかというふうに見る向きもあるようなんですけども、はい、いずれにしても、まあ、こういった不本当なコメントというのは、まあ、私何がどんな理由があっても NG だなというふうに思います。全くですね。まあ、近年、まあ、ネット上での誹謗中傷が問題になっておりまして、先々週の放送でしたっけ、まあ、杉並区議の小林由美さんのさんに対するネット上での誹謗中傷のことを話しましたけども、本当にこういった社会問題になってしまっている以上、まあ、私はネット上での不本当発言につきましても、まあ、法律で規制してもいいんじゃないかなというふうに思います。そうですね、はい、なんちゃら不安クラブとかやっぱりちょっと誰が書いてるかっていうのはある程度もう分かってるんだからね。
そうですね、まあ、こういったの本当のコメントをしたものにつきまし対しましては、厳しい罰則をして、処分するよう、本当にそういった法律改正が必要ではないかなというふうに思います。もうネットの誹謗中傷でもうひどい場合なんか自殺 された方っているというふうに聞いていますから、もう本当にこういったことにつきまして、今武漢ウイルス問題で手一杯の状況になっているとは思うんですけども、やっぱりこういった武漢ウイルスに便乗した形でですね、まあ、本当発言をネット上でやってしまうというそういった届き物も出てきておりますので、はい、まあ、私はこの、まあ、ネット上での本当発言を規制する法律というのも、まあ、急いで制定すべきではないかなというふうに思います。まあ、そういう不本当な発言をやってしまうと自分の身を滅ぼすことになりますからね。そうですね、はい、こうやってると、まあ、なんちゃら不安クラブさんとかは、まあ、いくつかある勤務先にそのことがバレたら、もう周りからどう見られるかって考えた方がいいと思うんですよね。その、なんちゃら不安クラブさんは、その勤務先ではあまり、上、結構上位の、職位的にはあまり上位じゃなくて、非常勤でしたっけ。まあ、非常勤なんて、代わりなんていくらでも、いるんじゃないかって思われるんですけどね。まあ、ちょっと言い方があまりあれなんですけど、まあ、なんか球場のサークル、そういうのにやってる人がそんなネットで汚い言葉を吐き散らかしてるのってどうなのかなっていうふうに思いますね。はい、まあ、ただこういった武漢ウイルスをめぐっては、非常にかっこいい対応した人というのも一般の方の中によりまして、まあ、これも糸井重里さんのツイッターから見たんですけれども、そのある男性、中年男性の方のエピソードなんですが、はい、その中年男性は週末の外出自粛要請が出る前に、まあ、スーパーで買い物をしていて、大体1日半分ぐらいの食料しか買ってないっていう、はい、状態だったんですね。それにつきまして某テレビ局からインタビューを受けた後、まあ、なんでこれだけしか買わないんですかっていうふうに聞かれた時に、スーパーの方を指さして、あのスーパーは俺だけのスーパーじゃないんだよっていう、そういう、はい、答えをしたそうです。ほうほうほう、これかっこいいと思いませんか。まあ、そうですね、まあ、こういう状態だから、はい、こういう事態だから、やっぱりなんとかしないとっていう心理が働いちゃうかもしれないんですけれども、はい、そこで、まあ、他の人のことも思いやれるっていう、まあ、こうよりもこうのっていう、そういう精神だったのかなっていうふうに思いますね。はい、じゃあ本日さんからメールが来ておりますので、はい、ちょっと急いで読みます。はいはい、ボギーさん、チュラチュアタカさん、そして番組の主役は俺のおいなりさんだっておなじみのHK 変態的救世主の伝説の成敗さん、こんばんは、いつものオフィスです。HK さん、ボギーさんはどこへ隠したんですか。バッサリと成敗してしまったんですが、いやいや、そしてメインの MC の座を以前から狙っていたのですね。それなら18番必殺、放送事故を連発させなきゃいけないですよ。え、放送事故を却下する、却下する前に全て放送事故してるでしょってさて、武漢肺炎コロナ関連で、マスク2枚を国民に配るとの報道、これってどうなんでしょう。マスク配るだけが切り取られて報道されている気もしますが、 HK さん感想をお願いいたします。そして某経済評論家が某トラニュースで減税や10万円配布を政党や役所へ伝達しよう、メールしようと煽りまくっていました。これって某大木さんが伝達して業務妨害していると同じではないですか。全く賛同できませんね。 HK さん成敗してください。ところで HK さん、変態的救世主ってどんな救世主ですか。なんで変態的なんですか。それは私の聞きたいです。レアタードで量を救うのですか。詳細をお願いします。リクエストは伝説の名言却下を、 HK 変態的救世主の伝説の成敗さんの某大げさ的ラッパー風で決めてください。ディスコで踊るようにビシッとお願いします。です。大げさ風って、大げさ風っていうのがよくわかんないですけど、キャッ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 
そんな感じでいいですかね。ちょっと本当に分かんないです。なんか却下を繰り返してだけに終わってしまいましたけど、オフィスさんどうだったでしょうか。大げさ的に、大げさも何も、うん、いやもうね、辺野古に行くことが必要必急なのかな、この時期にってのはちょっと疑問が残るところなんですけどね。まあ、辺野古では相変わらず逮捕されても生活に支障のない方々たちが憑依しているわけなんですけども、まあ、そういった方々って機動隊がマスクしてないのどうちゃらこうちゃらってケチつけてますが、それだったら行かなきゃいいのになっていうふうに思ってしまいます。そうなんですよ。そもそも自分たちの行動を顧みないで、その警備員に、警備員はあなたたちのためにあなたたちが邪魔するからっていうのもあるんでしょうけれども、まあそもそもだったら、そもそも辺野古とかセメント会社のところにたむろするなと自分が言ったことをなかなかだって言ってるだけでしたけども、まあ、ちょっと早いもので今週もちょっと時間が来ました。まあボギーさん不在でも時間があっという間に過ぎてしまうという、まあ、3回連続でそういった放送になりました。今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、来週も木曜日の10時から生放送でお送りしますので、まあ、来週もぜひお聞きください。それでは皆様ありがとうございました。ごきげんよう。おやすみなさい。